里崎チャンネル。ちょっ、こんにちは、里さん。はい。なんか気がつきませんか。髪切ったんですか。あ、そう。これきっと言ってくれるかな。よくわかりましたね。よくわかりましたね。いや、あの、気づきませんかってなったんで。はい。まあ、言われてみたら髪だいぶ短くなったなと思って。いや、そうなんですよ。5センチぐらい切ってこのぐらいあったのを今ちょっと肩上ぐらいになったんですよ。ああ、何ですか。いや、あの、気分転換、心境の変化さ。いや、あの、特にちょっと整えてくださいって言ったら、ああ、結構短くなってた感じ。どうですか、似合ってますかって聞きたかったわけですよ。いや、もう袴さんは顔がいいんで何やっても大丈夫です。いや、まあね、ちょっとこう言われたかったんですいや、似合ってるって言われたかったんですよ。ちょっと、あの、女の人はね、やっぱね、髪型褒められたりするのすごい嬉しいんですよ。そうなんですか。そうです。髪型より上手いですもん。嬉しくないんですか。いや、あの、なんか気づいてもらえるのがすごい嬉しいんです。ハマさん、カブスタグラムの髪型変わるんですね。最悪。最悪。カブサイクってメント向かって言う人いるんですか。それより、はい、あの、髪型、ハマさん顔めっちゃ可愛いんですから、髪型もっとちゃんとした方がもっと良くなるんじゃないですか。あ、っていう方が良くないですか。あ、でもそれはいいです。でしょ。はい。だから浜田さん、髪型めっちゃ似合ってますね。カープスタイルですけど。なんか、あの、よく男性いるんですけど、なんか褒めるときに、あ、肌綺麗ですねとか、髪型素敵ですねとか言われるのって、あんまりなんか、うんと思うんですよ。なんでだろう、そこしか褒めるとこないのかなと思っちゃうんですよ。何がいいですか。袴さん、もう容姿全部最高っすね。いや、なんか別に褒めなくていいんで、もし褒めるんだったら、あ、なんかもう今日も素敵ですねとか、そういうざっくりした方がいいです。え、なんかそんなもん、あの、社交辞令やなと思わないんですか。何でそのざっくりした感じみたいな。あの、まあ、なんか毎回毎回言ってたらなんかあれですけど、まあ、女の人褒められるの好きですよ。いや、それ全員でしょ。はい、男もですよ。あ、本当ですか。はい。今日かっこいいっすね。そうでしょ、そうでしょ。え、やっぱ褒められるの好きですか。そうですね、あの、あ、分かってくれてんやってことですね。ああ、そう、じゃあこれからいっぱい褒めていこう。はい、はい、だから もっと褒めてほしいですよ。でしょって思う、でしょって。そうなんです、まあね、女性はね、髪型変えたの気づかれるのが嬉しいんです。はい、はい、髪切ったらやっちゃって、そう、はい、はい、ありがとうございます。よかった、気づいてくれて。はい、ということで余談でした。はい、はい、今日は今日は、はい、はい、なんか今日はですね、はい、あの、今日の題は、はい、コーチは辛いよです。うん、はい、え、でもコーチやったことなくないですか。プロ野球のコーチはやったことないですけど、はい、あの、社会人のパナソニックは臨時コーチやらせてもらってるんで、はい、そこのコーチはやったことあります。そこのコーチは辛いよってことですか。そこのコーチは楽しいっす。そうなんですね。じゃあプロ野球のコーチは辛いよっていう。そうそうそう。へえ。いや、プロ野球のコーチは、はい、あの、いや、マジ辛いんちゃうかと思うんですよ。はいはいはい。で、うん、まず、あの、まず一番は、はい、あの、選手と同じように、まあ、複数年契約の人もいますけど、基本1年契約ですね。うん、だから1年後クビになるかもわかんないですよね。はい、で、あの、まあ、大体年俸の相場が、まあ、800万から1500万ぐらいまでが相場で、はい、で、まあ、ジャイアンツとか、中日とか、阪神とか、はい、あの、ちょっと資本が高いところは、まあ、1000万から2000万ぐらいの相場感になりますけど、はい、まあ、基本的に平均で言うと、まあ、800万から1500万ぐらいが多いっていうところですね。やっぱりでも、コーチでもベテランとか、まあ、入りたての若手いるじゃないですか。うん、それでじゃあ年俸が違うっていう感じ。そんなこともないですけどね。そうなんですか。はい、もうなんか何年も何年もやってきて、監督よりもなんなら年がいってるヘッドコーチさんいるじゃないですか。うんうん、それでも年齢とかで給料が上がったりはしないですね。ああ、そうなんですね。で、はい、そうなってくると、はい、仮にじゃあ1000万だった場合、いや、奥野さんね、いや、800万でも1000万、1500万もらえると、いや、いいやないかと思うんですけど、まあ、普通に考えたらいいですよ。はい、でもこれ、手取りじゃないんですよ。まあ、税金は引かれますよね。まあ、個人事業主契約なんで、はい、ここから1000万から税金引かれるわけですよね。はい、だからこれが手取りじゃないんですよ。で、はい、そうなったら手取り大体650万ぐらいです。はい、手取りが引かれて、はい、まあ、あの、言えば、本当に一般的にサラリーマンの方と同じぐらいの手取り。で、そこから、はい、じゃあ、まあ、これチームによって違いますけど、はい、
あの本拠地に行く交通費自腹です。ああ仮に、はい、あの今のロッテがどうかとかそういうの言われてるんですよ、はいはい、仮に交通費が自腹だった場合、はい、都内からもう千葉に通おうとした場合、うん、あの高速代だけで往復3000円かかります。ああ結構かかりますね、はい、でガソリン代が1000円ぐらいかかるんで、うんうん、あの往復下手して80キロぐらいあるんで、はい、たら4000円1日かかるんですよ、うん、交通費 で、はい、でそれ1ヶ月半分の15日行ったら6万ですよ、うん、そうですね。で平均10ヶ月で行くと60万なんですよ、はいはい、1割交通費なくなりますから、ね、そっから確かに。でもそれで590万になります、はい。いやもうあれですよ、近いとこ住めばいいじゃないですか、通うところの。でもそうなると、はい、この違うところに行くのが遠くなるんですよ。あーそっか、本拠地近くても違うところ行くときに遠くなる、はい、もしくは羽田東京駅行くとき遠くなる。あーそっか、時間もかかる、はい、そっか。じゃあでもし、ロッテの場合、ロッテの場合だったら、はい、2軍が浦和っすよね、はい、うん。仮に次の年から二軍のコーチになったら、はい、幕張近くに住んでたら、はい、そっから浦和は地獄っすからね。そうですね、引っ越し。それなかなか引っ越しできないでしょ。大変ですね。だからソフトバンクの、はい、もうその福岡の人に聞くと、その二軍と三軍の人が地区号になったらしいんですけど、はい、交通費自腹らしいんですよ、行くのに、はい、めちゃくちゃお金かかるらしいですよ。そうですね。だその交通費もめっちゃ引かれたら、はい、まあ、それで簡単に言ったら、まあ、1000万だと590万でですか、はい、そっからっすよ、はい、生活。そうですね。え、監督は交通費かかんないんですか。かかりますよ。だ監督もでも監督はちょっと相場が上がるじゃないですか。あ、そっか、まあ結構グッと上がるんですもんね、はい、うん、だそれって結構何気に手取り少なくないですか、コーチって考えた時に。まあ、プロ野球の中にいる人って考えたら、うん、結構少ないかもしれないですね。でしかもそれ契約社員ですからね、来年ゼロになる可能性あるんですよ。ああ確かに。そっか、まあ私ももともと会社員だったので、言えばサラリーマンのお給料と、あの、まあ、サラリーマンの中で結構いい方のお給料だとは思うんですよ、うんうん、でも正社員じゃないんですもんね。ないんですよ、それは保証されてないんですもんね、はい。でまあ、もちろんね、うん、今の社会の人も終身雇用じゃないんで、はい、そのサラリーマンの方でも正社員の方でも、はい、それはクビになる可能性は昔に比べてありますよね。契約社員もいますしね、はいはい、でもコーチは完全契約社員で、はい、しかも国民年金、国民健康保険なんですよ、はい、老後の保証もないんですよ。あ、そ、厚生年金でもなければ社会保険でもないわけですよね、はい、だから国民年金だからもう完全個人事業主なんですよ、はい、1階建てで行かなきゃいけないわけですよね、はい、でそうやって来年クビになるかもしれない、はい、いや大変じゃないですか、リスク。いやめちゃめちゃ大変ですね。だってその年もしかしてすごくコーチとして結果を残すというか、まあ、慕われてるかもしれないですけど、もしかして監督が変わるタイミングでクビになる可能性もありますもんね。だ多分、まあ、ね、年俸によって違うんで一概には言えないですけど、まあ、大体多分 35% ぐらいは税金でなくなると思うんですよね、はい、だもし1000万だった場合、まず一番最初になくなるのが消費税、はい、もし税込みだった場合、はい、契約が、はい、もう100万引かれますからね。消費税 10% だから、はい、そこで900万になるわけで、はい、もしだから1000、じゃあ500万だった場合、はい、もし税込みだったら150万引かれるんですよ、まず、はい、消費税で、そしたら1350です、うん、スタートは、はい、でそこから所得税、住民税とか、うん、そういうのが引かれていくわけですよ、うん、だから多分全体で 35% は引かれるんですよね、はい、でもし1500万だった場合は 35% で言えば、だからまあ500万、うん、400万ちょいぐらい引かれるんですよ、はいはい、だから手取りが1000万ちょいですよね、うん、でそこから交通費でってなったら、はい、まあ、1000万切りますよね。そうですね。だから何気に見てる額より手取りは少ないですよね。わあ確かに、なんかまあ見てる額より手取り少ないですけど、一番は、まあ、もちろん1年で、まあ、手取り500もらえたらいいじゃんっていう方ももちろんいっぱいいると思うんですよ、大勢、まあ、いいと思います。同じ感覚なんで。でも次の保証です。そう、保証がないのが怖いですね。で退職金もないですし、はい、何年いても。そっか、退職金ないんだ。10年しようが20年しようが、はい、終わりですって言われたら終わりです。プロ野球選手になった時の契約金が退職金ってまあ、ね、ああ でもコーチになる時に契約金ないんで、ないですもんね。ああ、まあ、プロ野球選手になった時にもらってるっていう感覚なので。ああ、だからそれはきついと思いますよ。いやそうですね。でしかもですよ、はい、あのコーチって給料ほぼ上がらないんですよ、はい、へー。その相場の中の範囲からはみ出していく人見たことないですよね、はい、
最初1000万だったけど、はい、今2000万、3000万、4000万、5000万、6000万って上がってる人、うん、見たことないですよ、はい、でコーチでもその、ね、選手によったらこの選手はこの人が育てたとか、うん、この人がこの選手を一流にしたって言ったら、うん、選手は青天井でどんどん給料上がってきますよね、はい、うん、でも育てたって言われてる人給料背負いですよ。そうですね、それきつくないですか。いですね。で僕は多くのコーチ経験者の人にも聞いたんですけど、うん、その人が口を揃えてないって言うんですけど、あのノルマがないんですよコーチに。あ、そっか、これをしろっていうノルマないですね。もしバッティングコーチだった場合、はい、今年のチームのバッティング、はい、あの1年間のチーム打率がこれですと、うん、はい、チーム打率を来年最低でもこの数値にしてください、うん、もしくは、うん、パ・リーグだったら、はい、セ・リーグだったら、うん、リーグで何位には最低いてください、はい、うん、でそれ以上になればじゃあ給料上げますね、うんうん、それ以下だったら下げますねっていう、はい、OK ノルマがないんですよ。あ、それも今ないわけですよね。ないんですよ、はい、だから歩合とかがないってことですよね。歩合もなければ、まあ、基本給を上げるシステムもないんですよ。そっか、サラリーマンは大体上がってくからな。上がるじゃないですか、基本給は上がりますね。でもしくは個人事業主の、ね、うん、方、はい、自分で営業してる方、はい、お店出してる方、はい、仕事している方、うん、お客さん増えれば給料上がりますよね、はい、要は成果を出せば給料上がりますよね、はい、うん、成果を出さなかったら給料下がりますよね、うん、プロ野球成果を出しても給料上がらないんですよ、はい、逆に言うと成果を出さなくても給料下がらないんですよ、はい、そうですね。だからここで何が起きるかっていうと、うん、え、あの人なんでクビないんだろう、はい、あの人なんでクビじゃないんだろうが、うん、通るわけですよ、ノルマがないんで。そうですね、まあ、監督だったら分かりやすいじゃないですか。でも監督もない OK って OK ノルマあ、はい、ないですね、確かに。で、要はね、はい、あの平石監督が3位、うん、最下位から3位になっても、はい、その、まあ、クビになったわけじゃないですか、はい、であった時に、うん、いや OK ノルマ、うん、じゃあいわば3年以内に OK ノルマは A クラスですとか、はい、3年以内に2位は行ってくださいとか、もしくは3年以内に優勝してくださいとか、はい、来年のノルマはもし今年6位だったから来年は4位でいいです、はい、その代わり再来年は3位になれるチームにしてくださいとか、うん、っていう OK ノルマがないんですよ。そうですね、だから平井さんを普通に見たらめちゃくちゃいい、はい、頑張ったじゃんってなるけど、今まあ交代になっちゃうわけですね、はいはい、多分本人にも通達されてないんで、うん、だからそのこれは平石どうのこうのじゃなくて、はい、他の監督さんもどうなったらクビでどうなったら続けれるかのそのノルマが多分ないんですよ、うん、だからそう考えるとなんか目標とかそこがすごく持ちにくいですね、曖昧ですね、そうですね、コーチだからこの続けれるかどうかも何かのさじ加減になるから、うん、はい、いやそれはいやコーチは辛いよって思わないですか。思いますね、なんかそれ聞いてたら、はあ、どうやったら続けられて、うん、はい、どうやったら続けられないのかの、うんうん、そのラインがないっていうんですよ、はい、みんな。いや、なんか今の話を聞いてると、あの佐藤さんも去り際が大事って言ってたじゃん、引退とかも去り際が大事じゃないですか、ってなると、じゃあコーチ何年できるか分かんない、うん、ってなるとコーチになるよりももうすっぱりプロ野球のその球団の中に入るのはやめて新しい人生をどっかの会社に入るとかした方が安全ではありますね。安全ではあります、うん、でしかもその一生、まあいい意味でも悪い意味でも定年がないんで、はい、いつまでもできるしすぐ切られる可能性もある。確かに、逆に言うとね、そうですね。でそうなってくると、うん、じゃあ一番子供にお金がいる時期、うん、でそれはまあ50代、はい、ですよね、はい、子供が高校もしくは大学ぐらいじゃないですか、はい、ってなった時に、うん、一番子供にお金がいる時に一番首と隣り合わせになるんですよ。でいきなり首って言われたらゼロになるんですよ、はい、うん、将来設計立てるの、はい、なかなか難しくないですか。そうですね、いきなりゼロになるん で、うん、でそれで次いければいいですけど次なかったら本当にゼロなんですよ。そうですね、でしかも今あの解説者の人たちも、はい、席がどんどんなくなっていってるんで、うん、もう座れる人って限られるんですよね、はい、だから引退したからすぐ解説者になれるかっていうわけでもないし、うん、正直解説だけだったらご飯食べていけないです、はい、そうですね、あ1年間本当に、はい、多くの皆さんが思うよりそんな莫大にもらってるわけじゃないんで、はい、その中で
やっていくのは、まあ、野球界って、まあ、そうゲームユニフォーム着てる人もそうですけど、うん、ユニフォーム脱いで僕ら解説者やるのかもそうですけど、はい、めちゃくちゃ厳しい戦いの渦の中みんな勝負してるわけですよね、はい、ってなった時に僕らはまだ評価がの基準がないとはいえ、うん、雇われてる人たちの貢献度とか気に入られればできますよね、うんうん、でもコーチは人によって変わったりとか、そうですね、OK ノルマがないんで、うん、いや難しいですよね。選手にいくら慕われててもクビになる可能性ありますし、はい、監督に好かれてても監督がクビになればクビになる可能性だったりし、逆に結果残さなくても監督に好かれてたらクビにならないし、はい、結果残さなくても球団から気に入られたらクビにならないんですよ、うん、そうですね。で給料上がらないんですよ、はい、だって給料上がるんだったらもうカープの3連覇した人もう5000万6000万もらっててもいいと思うんですよ、はいはい、だからその成果出しても給料上がんないのに来年クビになるかもしれんって、いやコーチってマジきついなと思いますよ、生活考えると。いやなんかこう普通に見てたら引退した方ってやっぱりそのチームのコーチになる方ってすごく多いじゃないですか、はいはいはい、あコーチになったんだよかったって、はいはい、やっぱ素直に思っちゃうんですよ、はいはい、まだ球団に残ってチームの中でやるんだ、はいはいはい、でもこう話聞いてると結構シビアですよ。シビアな世界ですね。しかも辞めた後ずっとコーチやって、はい、ちょっと長くやって年齢が重んでクビになってくると、はい、もうリスタート切れないんですよ。確かに。そっから解説者になる人ってほぼいないんで、うん、だ40後半とか50になってからまた新たにじゃあリスタートってなってもで、そっから辞めていきなり、うん、じゃあ入ってコーチ5年ぐらいやってクビになりました、はい、解説者でってほぼなれないですね、はい、そうですね。しかもじゃあそこから中途採用で会社にどっかのサラリーマンもなかなか厳しいじゃないですか。難しいですしね。だから僕はもう考えたんですよ、うんはい、コーチも、いや僕がもし仮に社長だったらね、はい、僕はコーチも1億円取れる契約体験にしますね。あ、その代わり基本給は低めですよ、はい、その代わりじゃあもしピッチングコーチだった場合ノルマ与えますよね、うんうん、あなたのノルマはチーム防御率はこれですと、うん、最低でもこれにしてください、はい、でここまで行ったらいくら、うん、ここまで行ったらいくら、うん、でもしそのリーグの中の3位だったらいくら、うん、2位だったらいくら、はい、チーム防御率が1位だったらいくら、うん、でその中で順位がもう B クラスなんですけど、はい、A クラスに入ったらいくら、2位だったらいくら、1位リーグ優勝したらいくら、うん、で2位3位からクライマックスシリーズ勝って日本一になったらいくら、うん、リーグ優勝して日本一になったらいくらとか、うんっていうふうなこと細かく決めて、はい、その全て出来高にして、うん、もう全部もしチーム防御率もリーグ1位、はい、リーグ優勝日本一になりました、うん、1億円いやその方がやる気も出ますね。出るでしょ、はい、で逆に言ったらいやあなたあの与えた期間で、うん、この上の数字出してくれって言ったのに、はい、出せなかったんでクビですって言われた時に納得できるでしょ。言いやすいですね、はい、もう完全なその数字主義です、うんはい、ってなった時に一番ここでのデメリットは、はい、そうなってくると成績の出す人しか使わなくなってくるんですよ。うーんでもこれもちょっと反面まだ力ないけど、はい、未来に向けて育てなきゃいけない人間を使うのもチームの未来を背負うためには必要じゃないですか、はい、リスク確保で、はい、ダメと分かってても経験積ませるために使おうとか、うんでもその数字に偏ってしまうとその人使わなくなるじゃないですか。確かにいい人だけを使って若手が全然出られなくなる可能性も出てきちゃう、はい、だからそこはデメリットを回避するためにチームとしてこの選手たちは、はい今年何イニングは投げさせてくれ、うん、打者だったら今年何打席は何試合は出させてくれと、うんはい、その代わりこの選手の数値はチームの防御率に加味しないと、うんチームの打率に加味しないと、はい、その代わりこの選手たちの活躍でその防御率打率が上がれば、うん、いい方向に上がれば加味すると、うんうん、だからこれが悪くてもみんなの成績には加味されないんだから、はい、これの数字は使ってくれとおそしたら使いやすいじゃないそうですね別にだっていい数字だったら自分の功績になる、はい、悪い数字になってもそれはチームとして育てなきゃいけないからそれはもう省くからいいよって言ってるから関係ない、うんはい、でじゃあ言われた通り使おうってなったら使いやすいです、うんはい、そういったところもちゃんと細かく目に貼り付けて、うん、自分の数字だけに特化しないようにやってもう全部完璧にできたら1億円あなるほどでなった時に、はい、次の年はベースは上がりますねはい、うん、結果出してるから、はい、で逆に言うと達成できなかったらそれはできなかもないし、はい
ベースも下がるし、はい、でもうクビですよって、うん、だからクビになるのも明確じゃないですか、はい、だから監督が変わろうが何しようがチームとして結果出してたら、うん、このコーチはずっとコーチだし、うん、ずっとずもうひょっとしたら何千万ももらうかもわかんないし、はい、逆に言ったら監督とお友達だろうが何だろうが成績残さなかったこの部門の人はその契約期間内で終了になるし、はい、っていうのを僕はもう社長だったらしたいんですよ。そしたらコーチも夢あるし、はい、やりがいあるし、はい、頑張って結果残したら1億円でも2億円でもベースもいくらでも上がっていくようなシステムだったら良くないですか。いや、まあ、自分がコーチになるんだったらその制度ってすごくありがたいですね。もし僕のチームがこの制度、うん、はい、じゃあ今までの制度のように好かれてたらクビにならないとか、うん、はい、あんまりノルマないけどなんでクビになるかクビにならないか分かんないけど、うんうん、まあ、うまくやればクビにならないから、はい、だったらどっち入りたいですか。いや、まあまあまあ具合の頑張ってもらえる方が私はいいですよね。いいです。だから自信がある人、はい、自分のコーチングに自信がある人、はい、うん、向上心高い人は僕の言う方に行きたい、勝負したいですよね。そうですね。だってダメでもそれは納得いくじゃないですか。行きます行きます、はい、自分の力が足りなかったんだなってなりますもんね、はい、だから僕はそういう風な、うん、コーチにもそういういい方向に行くような制度にしてほしいんですよね、はい、今のは、うん、でこれなんで今がこういう状況か分かります。分かんないです。それは需要と供給のバランスが崩れてるんですよ。え、何の需要と何の供給ですか。コーチになれるパイは困ってますよね。はい、分母、まあ、人数限られてますからね、うん、大体ね、はい、まあ、ちょっとずつ増える減るはあるかもわかんないですけど、はい、そのチームがコーチとして欲しいっていう数より、はい、コーチになりたいっていう人が上回ってるんですよ。だから需要より供給の方が上回ってるん でそうなった時に、はい、高間さんちょっとうちのコーチやってもらえません条件これなんです、はい、その時にいやちょっとそれはちょっと年俸もうちょっと上げてもらえないですかね、それがちょっときついですね、うん、いや、あ、じゃあいいわ、どうせこっち行くから、もっといっぱい人いるからだよ、ね、でそっち行くんですよ、うん、ってなった時にあの仕事がある人は断っても平気ですよね、はい、ただもしコーチになりたく今仕事がそんなになくてコーチになりたい人は、うん、それでいいですってなるんですよ。もう慣れることだけでありがたいです。いいねでいいって言うんですよ、はい、でそうなったら球団側はあのなんていうんですか、企業努力する必要ないじゃないですか。まあ、できるだけ安くやってくれるのでありがたいなって、ね、ありがたいでしょ。選手もそうですけど、はい、やっぱ1円でも安くいい人材が集められるのに越したことないじゃないですか、はい、まあ、当たり前じゃないですか、はい、そうなってくるとどんどん需要と供給のバランスが崩れていって、あ、その球団優位の関係になっていくわけですよね、はい、でノルマがないからクビになりたくないじゃないですか、はい、やっぱはみ出したくないですよね、はい、クビになる可能性あるんで、うんうん、そうなるとやっぱこう球団優位のパワーバランスになってくると、うん、はい、まあ、それは無茶できないですよね。あ、確かにそうですね、うん、だからつらいでしょ。いや、つらいですね、うん、いや、もし佐藤さんが言うその歩合制で1億までいけるってなって、うん、でめちゃくちゃ優秀なコーチが育ったとするじゃないですか、うん、でも今すごくいい感じの監督とめちゃくちゃ馬が合わないってなったら、うん、そういう時ってどうするんですか。そしたら僕は監督を決めますね。監督の方を切っちゃうんですか。え、だってコーチでずっと成績残して、はい、それ長年ずっとチームとしての成績残して、はい、来てるわけでしょ。で、まあ、じゃあ 2,3 年1億もらえるぐらいめちゃくちゃ優秀なピッチャーを育てるピッチングコーチとか、うん、でもなんかここは監督とめちゃくちゃ馬が合わないってなっちゃったら、はい、監督切りますね。あ、そうなんだ。だってそっちの方が大事じゃないですか。監督の手腕もでもこの人もなかなかあるってなったら、でもそしたら監督に言いますね、はい、監督はそのコーチをまとめるのが仕事じゃないのっていう。ああ、なるほど。だ、気に入らんとか馬が合わないとかって言ってる場合ちゃうんちゃうかっていう、それをマネジメントするのが、はい、その組織の長に立つ人の腕の見せ所だし、うん、力量じゃないのって言って、うん、ああ、そういう言い方でいいですね、はい、だからそれを改善できないんだったら、はい、もう長が去るしかないよって言って、うん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 、今ってそういうお友達とかやりやすい人とか合わせるからこうどん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 変わってったりもするわけじゃないですか。そうですね、はい、あ、でもなんかいい方法ですね、佐藤さんの。そのした方がコーチも幸せなんちゃうかっていう、ね、みんなね、うん、で明確じゃないですか、はい、でその踏み切られるにしても、はい、そのノルマが明確だと不平不満出ないですよね、はい、それはもしそれはもう自分の能力のなさで仕方なく受け入れるしかないし、はい、逆に成果出したら給料上がるってなった時にもっと向き合うと思うんですよ、はい、そこに、うん、だそうすることによっていやみんなが幸せになれんじゃないのっていう、はい、僕はそういうシステムに
してあげてほしいですよね、コーチを、ね、はい。まあ、佐藤さんが、もう一番いいのは佐藤さんが社長になることですね。いや、なりたいですね。なりたいなりたいですね。じゃあ、いずれ。そうですね、袴田さんがね、はい、宝くじやってもらって、はい、アメリカかどっかのね、はい、すんごいやつ当ててもらって、はい、オーナーになってくれたらね。いくらぐらい当てたらいいですか？そうっすね、まあでも、運営資金もいるから、はい、1000億ぐらいは。待って、あれ、球団買おうとしてます？だから、浜さんがね。私が買うんですか？はい、宝くじ当てて、宝くじやから当てて。佐藤さん、既存のところに入りましょうよ。ちょっと墓場どうのっていいっすね。あ、だから多分1000億ぐらいやったら、はい、最初多分回ると思うんですよ。あ、本当ですか？はい、だから多分、まあ、球団によりますけど、うん、多分数百億で買えると思うんで。はい、お、じゃあ私がオーナーだったら静岡持っていっていいですよ。あ、そうですね、はい、静岡、じゃあ袴田エンジェルスみたいな。それチアリーダーだな。だからなんかそういう風にね、はい、なんかなっていったらコーチの人もみんな明確で幸せになれるし、はい、その、うん、ひょっとしたらね、うん、コーチになってない人でも、はい、まあ、独立リーグにいる監督、はい、コーチの人とかでも、はい、素晴らしい人材がいるかもわかんないですけど、はい、そういう人たちがね、はい、出てくる可能性も増えるし、はい、僕はそうなってそうやっていかないとやっぱコーチ辛いですよ。そうですね、なんかコーチってそこまで注目してなかったんですけど、給料体系とか、うんうん、辛いですね。辛いです。